はい、ということでね頭仮面女子 の無料無線の部がね、3時から土曜日やってたので会場来たと。奇跡だったよ。はい、パーモス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 に来たんですけども、圧倒的ロック感超絶ロック感、3J とはもう対照的、全く対照的な感じでしたんですけど、姉妹グループとは思えんかったんですけど、画面が恐ろしい、超小道具多かったね。あの第一印象はね、仮面が怖い。仮面がね、すごかった。てか超第二印象は仮面どうなってるの。あれね、多分売ってるのと衣装のと違うんじゃないのかな。これ多分マクラとかあるんだよね。わからんけど超ロック。いやマジもうこれ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 こうでこれこうでマジとで、なんだっけ、最後の曲の時に超盛り上がったのがボートの、あれボートのやつで、ね、真ん中ザーって広げて、もうみんなこうやって端っこに寄せて、もうあんなかもう男性スター、男性スターとかさボート持ち上げ、そのボートにさ、あのメンバーの一人が乗って、いい人だった、赤い担当の子ですね。すごかったね、あれすごかったですね。あれは盛り上がりがすごかった。 AKB じゃ絶対やらない、絶対やりませんね。俺ら地上組だった、地下組はなか、地下はなかなか行かないですけど、さっき地下の現場行くようになってるから、ちょっといろいろと学んでますけどね。そうだから、その2人あの2つに分かれるときに、うん、そのレオと俺がそう反対方向 になって左と右に分かれそうになって、あ俺どっち行かいのーっつって、どこ行くのー状態になってた俺引かれるところだったよ危うくボートのやつに引かれるところだった。まあね、可愛いメンバーだったんで、引かれてもやめなさい。仮面、最初はさ、うん、最初仮面じゃん、うん、仮面やって、その後はね、てかすごい仮面を取った先のあの美女感、あれはなんか楽しくね。取った先の顔どうなってんだろうの楽しみで、美女感、超美女、お楽しみ。あの仮面女子はね、初見で行くと超絶お楽しみ感が半端じゃないです。マジですかって。仮面女子候補生のセンターで踊ってた森下真央ちゃんは、なんか前にあこちゃんがなんか通称撮ってて、それでリツイートとかしたらフォローが来て、あ、仮面女子の子かと。でそれで見てて知ってたから、まあセンターっていうのもあったし、でその候補生出てきた時に、まあオペンライトに通過入って、もう真央ちゃんコールで、まあ会った時に俺あの中で仮面で行ったら、もう森下真央ちゃん圧倒的かなっていう印象でしたね。もう圧倒的、あこちゃんも言ってたし、仮面女子のメンバー知らないで、うん、何も知らないで行ってみたら、うん、事故ったよ、事故ったよ。僕は定位置なんで、センターの場所が、僕はあの場所ずっと 3J からずっとあの場所にいるから、真ん中だった。とりあえずセンターのコスカを上がらない、センター見ようと思って、まあ、そもそもほら森下真央ちゃんがセンターっていうの知ってたから、まあその場所ちょうどいいかなと思って今日は見てきましたけども、はい、そんな感じで仮面女子初現場だったんですけど、迫力がすごかったね。 3J とは本当に全然違ったっていうのが、 3J はザ・アイドル、あれはねロックアイドルという、また新鮮な新しいアイドルグループだなっていう、まあね、今更感、亀梨の存在はしてたけど、ヘッドバンクだっけ、なんでやっぱヘドバンで、なんか亀梨は昔から知ってたけど、初現場っていうことで中身まで知らなかったから、知らんかった、初めて中身を知ってめちゃくちゃ興奮しますよね。全然知らんかった、はい、ということでね、今日はたまたま本当に来たら仮面女子で無料の部がありますよってことで来て、土曜日かな、日曜が 3J、 土曜が仮面みたいな感じで15時にね多分やってると思うので、すごかった、はい、ぜひロック感の楽しめる、こう最後もものすごい盛り上がってたから、それを楽しみたい方はぜひ土曜日に秋葉原パームスに来て、仮面女子の方の現場に行ってみてください。小道具とかもすごい出せて、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。デッキハサミあったじゃん。デッキハサミ、あんなもうこんなあんな小道具って、小道具じゃないよ。小道具で、ね、大道具。超やばかった。でしたので、ぜひ行ってみてください。ということで、僕らは明日はクリスマスイブということで、3J の現場が僕らはあるんで。また地下ですね。そう。今度は 3J。3J。仮面からの 3J はまあまあ系統的には合ってるので。まあ間違ってはないでしょうと、まあ明日はメインなんで、僕らは 3D の方がメインだからということで、以上仮面女子無料の部の、現場レポでした。はい、またのクリスマスイブで、クリスマスイブの 3D レポで、仮面は怖い、よし締まりが悪くない、本当に仮面の方がやばい、怖いか。